アレンさん、こんにちは、アカンです。ということで、今日はですね、このラケットを紹介したいなと思います。この新ウツロが持ってるね、このラケットなんですけど、皆さん、このラケット見たことありますでしょうかこの子はですね、実は最近ね、情報修正来たギアなんですよ。まあ、そのね、情報修正の内容がね、ここに書いているわけではあるんですけども、一部情報修正が実施されたっていうことでね、これね、一応何のモチーフかわかんないんですけども、まあ、桜とか、なんかそこら辺のキャラなんちゃうかなわからんけど、まあ、とりあえずね、これはギアショットを打つと、打球時に失点するまで、だからまあ、失点さえしない なけければずっと続くもものにはなるんですけどもスピードとストロークの値がプラス30%される強化状態になるロブショットっていう感じで失点したとしても SS ゲージがプラス10%されるっていうことでねちょっとしたなんか保険みたいなのもついてるっていう感じなんですけどもこれねあの上昇打来た時は弱いなと思ったんですけどね今回あのー、ギアなんか10個の中から選んで1個抽選でもらえるみたいなやつで、ね、これたまたま当たってほんで使ってみたら地味とダメージが高くてびっくりしたんですよでまあ今からねそれ検証してきたんでそれ見てください。 でまぁ、あ、先ほどね紹介したギアと対象実験を行っていくのがこのギアですねもうダメージの帝王といえばギガスループスですよまぁ、あ、これはねストロークが合計でここ見ていただいたプラス100かっこ150みたいな感じで合計で250上がることができるのでまぁ、あ、ダメージが上がるっていう仕様のものなんですけどもまぁ、あ、このストロットスキル1にプラス13%のダメージでスピードテクニックサーブタイプのダメージプラス40%っていうことで先ほどのラケットもですねあの3タイプへのダメージの,あの対象がね同じなんでこれでねあの検証してい いきたいいなと思いますただ今回はですねこのラケットの場合はスタミナダメージプラス13%はつけることができなくてその代わりにストロークがプラス6%っていう感じでまあ、ちょっとだけストローク上げれてるんでまあ、これもね悪くないかなという感じで今回これにしているっていう感じになっております。 はい。というわけで、こちらがですね、ギガスループスで打った場合ですね。まあ、あの、全部ね、条件を一緒にするために、ま、フォアで打っていって、ジャストで相手が打ち上げて、マイナス181っていう感じです。で、まあ、普通のチャージやったら130ぐらいっていう感じですね。で、続いて先ほど僕が、あの、紹介したラケットなんですけども、まあ、これも先ほどと同じく、 フォア側で,ジャストで,打つで、あ、ジャスト直後でグッとやった。<laughs> で、まあ、これギアショット打ちますね。ギアショット打って、次ジャストですね。ジャストでフォアで相手のバック側で取らせる。ホンダのマイナス193。やばくないですかギガスループスよりダメージ与えれてるんですよ。これマジでね、意外な結果やったなーって思います。 で、まぁ、あ、ダメージっていうのはストローク値に結構依存するんですけども、まぁ、あ、ストローク値がね、ギガスループスを持たした場合、基本値足すギアで今、プラス250でまぁ、あ、タウンの分も入って今266っていう感じじゃないですか。で、先ほど僕が紹介した方のギアをね、持たした 2O だとね、695なんですよ。この時点やったらギガスループスよりも劣るんですけども、このギアショットを打つことによってストロークがプラス30%されるじゃないですか。なのでこのね、6 9 5る1 3をすることによって、900、3.5ということで900を超えるわけなんですよ。この 数値を見る限りですね、もうあの先ほど実験もしたんでね、分かっていると思うんですけど、こっちの方がダメージが入るんですね。なので、あの正面ね、ギガスループス持ってない方、わざわざ、この交換所でね、プレミアムメダルをね、使って、あの、交換しなくてもいいっていうことがね、今回分かったわけなんですよ。別にこっちはこっちで強い点もある、あるんですよ。なんでかっていうと、先ほども言った通りってか、あの、普通にね、ギアショットを打たないとダメージが入らないので、普通の状態ってこっちの方がストローク値が低いんですよ。なのでダメージが入らないから、まあ、こっちの方がデメリットもあるんですけれども、まあ、一応ね、スピードもプラス 30%するっていう感じで、まあ、ちょっと走りも速くなるっていう点とまあ、失点しても SS ゲージがプラス10%される点。まあ、これもね割と なななしではない性能かなと思いますただまああの強化状態を受け付けないっていうキャラとかもいますのでまあそういうキャラには絶対ギガスループスの方がいいですしまああのそれ以外のキャラには割とこれもありかなっていう感じですなのであのダメージ与えたいけどギガスループスを交換するまでのプレミアムメダルがないっていう方はあの星5のギアを4つ用意していただいて交換するであったりとか、まあ、ギアプレでこれをね毎回選んでまあ,あの当たることを祈るであったりそのようなことをしてあげると結構いいんじゃないかなと思います はい、というわけで今回はですね、このね、ギガスルブプスではなく、こちらのギアをね、使っていこうかなと思います。で、ま、このダメージを最大限上げるためにですね、まず、ま、スロットスキルはあのようなやつをつけていて、かつ、ま、ニオを使っていると。で、ま、リーダーにウツロのを入れてるんですけども、このウツロっていうのはですね、リーダーとサーバ、得点状況に応じて打球ダメージをアップさせることができるので、しかも最大プラス30%っていうことで結構入ると。なおかつ、ま、このね、エンブレムを使ってスタミナダメージプラス9%を上乗せすることによってダメージをいっぱい出すっていう形にしております。で、初点はですね、 ラベンダーっていうね星4星3を星4にしたキャラなんですけども今回このキャラを使ってですね一応着弾点だけは見えるようにしてラケットは超エッセージが溜まるっていう形にしてまあ初手ね貯めていくっていう感じで今回やっていきたいなと思いますこのチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方はぜひチャンネル登録してください はい。というわけで、まあ、検証するためにですね、イベントにやってきたっていう感じですね。皆さんこれやってますか僕まだ5試合ぐらいしかやってなくて、ちょっと焦って今やってるんですけど、まだまぁ1週間ぐらいあるから、そこまで焦らなくてはいいんやけども、まあ、ちょくちょくやっといた方がいいかなっていう感じではあるんですけどね。まあ、とりあえずこの子でラケットね、ギアショット打って超溜まるし、この子自体も SS がすげえ溜まりやすいから、まあ、これでね、初手 S s 溜めていくっていう感じですよ。で、まあ、あの、相手の身代わりを枯らすためにちょっとだけ返球したけど、正面あの、スルーしてもいいかなっていうのが俺の、 あの意見かな <laughs> まあどっちでもいいですけど皆さんの好みに合わせてやっていただけたらなと思いますただ普段身代わりに持ってたので相手がそのまままた来る可能性が非常に高くなるんでまあ今回ね交代したっていう感じではあるんですけどはっていうか普通にカルロスにねあの SS 打たれちゃいましたね先に、ね、<laughs> SS 封印されてしかもまああのカルロスはね日王では絶対勝てないんでまあそれはちょっとまあ余計ながらやったらワンチャンあるんですけど まあ、そこまで有利ではないですよね。相手に、ね、SS もう一回撃たれたらもう解除普通にされてしまうのでそこはデメリットではあるんですけども、まあ頑張ってね、今回の主役はこの2王なんで、これでいきたいなと思います。で、先ほども言った通りですね、ギアショット撃たないとダメージが上がらないので、まあ、ギアショット撃ったっていう感じですね。 ただ、ま、ああの、失点さえしなければね、さす、何あの、試合が終了するまでずっとこういう状態なんで、ま、あ別にそ、なんかギガスループスってそんな遜色ないっていう感じなんかな。もう、むしろなんかギアショット打てるから得まであれへん。<laughs> まあま、それはほんまにみんなのね、好み次第やと思うわ。ただま、ギガスループス持ってなくてダメージをいっぱい与えたいって、今まで思ってた方で、プレミアムメダル5枚ない方はマジでね、交換してもいいラケットなんじゃないかなと。 思います。はい。まあ、結構ダメージも入るんでね。み今、あ手てね、あの、エクセリアで陣に乗ったらダメージがゼロで、しかも、100回復するっていうのもあるんで、まああの、ダメージがあんま入ってる様子っていうのは見ることができてないんですけども、まあ、こんな感じですね。<laughs> まぁ、あえてあんまダメージ入らへんのかなんでかな。打球判定のうちで、なんかダメージ軽減みたいなの入っとった気もせんでもないけど。 で、まあ、あのー、このヘビーフラットやんか、あの、モンションにかかった後の、あれとかもギアショットで打つと、ヘビーフラットの状態を、まあ、あの、打ち消すようなこともできますので、まあ、そういう面でもね、ギガスループスよりは、そこはね、あのー、勝ってるかなっていう感じですよね。ただま、あ見た目的な問題で言うと、圧倒的にギガスループスの方が俺はね、好みですけどね。<laughs> え、かっこよくないこのなんか、匂い自身も結構なんか青色に光ってる感じやそれにハードの、ハード用のギガスループス持たせることによって、なんか色の統一感といい、あの、ピカピカ感というね、俺は結構好きなんですけども。 皆さんはどっち派ですかてか、あれ誰ラケットなんかね、調べたらね、霞のモチーフラケットでしたわ。桜 <laughs> ちゃうんかよっなんか桜の花びらがさ、なんかあの、なんていうん、ガットとさ、手間を持つところの間にあったからさ、あの、てっきり桜かなと思ったんやけれども、違いましたっていう感じです。はい。確かに今桜やったらね、なんか魅了系の、なんかギアショットになりそうやもんね。はい。<laughs> で、まああの、 ちょっと違うキャラで今言ってはいるんですけども、普通に失点してしまうというね、すごいダサいことになってますね。ま、で、こっからま、24で行くと。まあ、あの、フランに対しては無理ですよ。フランってあの最大ダメージ20までなんで。ただま、プレミオを使うとま、あ100ダメージぐらい入るんでね。まあ、よかったら試してみてください。<laughs> ま、それがなんでかっていうと、あの、プレミオっていうのはオーバーチャージした時に、相手の体力の、 あの、4分の1をなくならすっていう能力なんですよ。なので、20ではなくて、なんか80ぐらい入るっていう感じなんですよ。なので、まあ、よかったらほんまにね、試してみてください。まあ、1あの、プレミアについての動画前に出してるんで、よかったらね、それを見て、まあ,あ、こんな感じのギアにしたらいいやなとかも思っていただけたら幸いです。ということで、まあ、今回も初手はこの子で行くっていう感じですね。普通にね、初手としてだけ使うんやったら別にありですよ。まあ、はじめに初手フラン全然勝たれへんって人とかやったら、まあ、別にこの子でも全然いけるよ。<laughs> 着 着弾点さえ見えるようにしてだから初め13秒間だけ着弾で見えとったら初めは耐えることができるからそれかつまあ s s もこっちの方が早く溜まるってなったらまあ割と戦略の幅も広がって、まあ、割となしではない感じになるんで、まあ、せっかくねタワーも今日始まったばっかりやし試してみるんは全然ありやと思いますけどね <laughs> あれはここはチャージしてスマッシュで決めていくとシンプルにチャージで弾速くてさダメージも高いしさなんか割と良くないなんか最近のキャラってチャージしていくキャラってあんまりおらんやんか,なんか特殊 じゃああのテクニカルチャージショットやれを打つことはまあたまにおったりするけどなんか最近チャージのキャラって減ってる気がする。 <laughs> 気がするギガスループスって頭にちょっと浮かんでしまったらすごい悔しいんですけどまあほんで相手がなぜ吐き抜け食らわなかったかっていうとあのエレノアラケットですねあれを使うことによって4秒間打球効果無効っていうのがつけれるんで、まあ、2打球だけね相手は防ぐことができたっていう感じですねさすがに3打球の吐き抜きはねあの防ぐことができないんで4秒間だけじゃねだから相手はスルーしたっていう感じですで普通にオーバーチャージ決まりやすいこれビーンバーンっていってね <laughs> これダメージのみになると普通になんかエグい角度で打てたりもするから結構使っててた 楽しいからイベントとかやったらね全然あの使っていいからやと思うただまあ普通にタワーで今の環境使えるかっていうと微妙やから、まあ、そこは皆さんのね判断したいかなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバーイ。